平場で当たりがあった瞬間、薪を止めてみたらどうなる？皆さんこんにちは。船釣り探求者アンカーです。このチャンネルは船釣りにおける様々な疑問を私アンカーが実際に検証してみるチャンネルです。本日の天気は晴天。いつもより出航時間を1時間半ほど早めてみました。今回の兆候では、平場で当たりがあった瞬間、巻くのをやめてみたら釣果はどうなるのかを検証していきます。この検証を行ってみようと思った理由は、私が平場をしているチャンネル登録者に対して当たりがあった際、その直後の誘い方は次のうちどれをしていますかという質問をしてみたところ、速度を維持して巻き続けるという方が 65%、 速度を落として巻き続けるという方が 23% と、平場という釣り方においては当たりがあった際に巻き続けるのが常識なようです。しかしながら、当たりがあった際巻きを止めるまたは落とすという方が 5% いらっしゃいました。この巻きを止めるまたは落とすという行動の意図は何なのか、気になった私は検証をせずにはいられませんでした。ということで、検証するため平場釣行に向かいます。検証方法は、アンカー、船長、Kさんの3人で釣行を行い、全員平場で釣行していきます。アンカーのみ当たりがあった際に薪を止めてみる方法を採用します。そして最終的な釣果を比較するというもの。果たして薪を止めるやり方をすると何が起こるのでしょうか。というか、何かが起こりました。それではやっていきましょう。はい、それではポイントに到着したので釣行を開始していきます。使用する平場はアンカーのヒゲという私のオリジナル仕掛けです。よく釣れる仕掛けだと個人的には思っています。それでは検証を開始していきます。釣行開始から5分後。おお、釣れとるやん。早っ。軽く上がってくる。なんだ、ほんまのチェリコ。小さいながらも船長、早速1匹目を釣り上げます。この日の潮は若潮。釣行時間帯は下げの一部から九分までを予定しています。当たった。ということで、本日1回目の当たりがありました。当たりがあったので薪を止めてみます。そこで何かに当たりました。1回目の当たりでは止めてみるものの何も起こりませんでした。しかし再び着底させ巻き上げていると、あっしゃー、釣れとるわ。やったぜ。釣行開始から10分。小さいながらもタイを釣り上げます。巻きを止めてみましたが、タイは食いついてきてくれました。とここで船の近くに大きなクラゲがいるのを発見します。私の地元ではこのクラゲを餌にウマヅラハギを引きつけ森でついて取るというやり方をする人がいます。その5分後。釣れた。離した。お、釣れた。離した。潮はまだ動き出してはいませんが、船の下に小さなタイの群れがいるようです。さらに触った。止めたけど多分止めん方がいいっすよ。止めたら何がいいことがある。いや、多分止めてもいいことないけど、 Kさんは私が止めているのを見て止めるといいことがあると思ったそうです。移動するとすぐに来た。わあ、いいじゃないですか。ポイント移動が功を奏したのか、 Kさんがすぐにタイを釣り上げます。すぐ近くの船で一人でタコ釣りをする人がいました。これが日本でやるの。タコ釣りする人は大体2つ投げて。あ、そうな、うん、交互にやるんだ、うん、左でね。この辺りでタコを釣る人は竿を使わずに手で釣りを行うのですが、慣れてくると右手と左手で2本同時に仕掛けを落とすそうです。
船のすぐ近くを個人が所有していると思われる豪華なクルーザーが通りました。すげえなあれ、金持ちの波が来る。我々は金持ちの波になすすべがありませんでした。小移動を繰り返しながら検証を続行していきます。あーかかっとる、かかっとる、あ外れた。止めてきたらやっぱり針かからん気がすんな、向こう合わせだけ。当たりがあったら止めてみるという行為自体に疑問を持っていると、あー釣れた釣れた、うん、ちょっと止めたけどもうかかっとるけすら巻くよね。当たりがあったら止めてみるということは決めていたんですが、逆に巻き始めるタイミングをいつにするかということの方が難しかったです。いうことがようあったよね、うん、よっしゃ止めた、止めたっちゃ止めたけどもうかかっとった気がする。何はともあれ止めるやり方で2匹目をゲットです。かかったタイの針を外していると、はい釣れた。 K さんがアコを釣り上げますと同時に、バッチも釣れとる。 K さんに続いて船長が小さなタイを釣り上げます。止めるのはいいとして巻き上げのタイミングはいつにすべきかと悩んでいると、あ、釣れた釣れたんだけど止めるというかもう食うよねやっぱり巻き終わったら。当たりがあった瞬間に止めてるつもりなんですけど竿に魚がかかったと感じたと巻き上げてしまいます。おそらく小型のタイの群れに当たったようで、釣れたね。30センチ弱のタイが次々と上がってきます。潮流が強くなってきたので船のエンジンをつけたままラインを立てながら釣りをしていると、釣れた、よいしょ、同じようなサイズのタイが釣れます。さらに私の竿にも、釣れとる、ダメだ、止めても釣れる。止めたと言えたかは分かりませんが、あ、外れた外れたか。巻きを止めても魚自体は仕掛けに食いついてきてくれていますがフッキングをかけることが難しいです。止めた際に当たりがなければもう少し待ってみてもいいのかもしれません。さらに、あ、釣れとる、あ、離した。魚に引っ張られるような当たりがあった場合反射的に巻き合わせをしてしまいます。そして再び、あー来たる、ダメだ止めたくない止めんのやだなこれ、巻き続けた方が釣れるよ絶対。当たりがあった際に巻きを止めるとせっかくかかった魚を逃がしているような感覚です。当たり自体はたくさんあるので海の状況としては悪くないようです。あ、アコやった。たまにアコウは岩かと思うぐらい全く引かないことがあるので岩と勘違いすることがあります。そしてここからアンカーにある異変が起きます。あー釣れとる、あー離した、もうダメ、もう止めるのちょっとなしもう巻き続けます、もう無理です、もうストレスがすごいです、普通に釣る。ということで今回はもう検証を断念しました。今まで釣れなくても検証をやり通すっていうことは結構やってきたんですけど今回はさすがに無理だと思いました。ということで後半は巻き続けるという釣り方に変えます。
ただし最後のまとめで前半の止めてみたパターンと巻き続けてみたパターンで超過の比較はしております。巻き続けると超過は上がるのでしょうか。あー来た、もう巻きます。釣れた釣れた。いやーやっぱり巻き続けたら楽しいですね。相変わらず同じようなサイズのタイが釣れます。その後も群れがいるだろうポイントを流し続けます。あー釣れた。リリースサイズのタイが釣れました。当たった、釣れた。あー離した外れた、外れたね。 K さん船長とも当たりがあるがかからないという状況が続きます。あ釣れとる。最近私はアウトバーブという返しが外側についてる針を使っていますが、これによって明らかにキャッチ率が上がった気がします。群れのタイのサイズ自体が小さいのかなかなかかかりません。あー釣れた。まあまあでかい。お今日で言ったらこの日の中では大きめのタイが上がってきました。というのも先ほどよく当たっていた場所から少しずれたポイントになりタイの群れが変わったのだと考えられます。お釣れとる。先ほどまでは30センチいかなかったタイが多かったのですが、それを超えるサイズが釣れました。で前半私は当たりがあったら止めるというやり方をしていたのですが、個人的には当たりがあった後は巻きをスローにすることでタイの攻撃により弱った魚を演出するプラス当たりに対する感度を上げるというイメージで釣りをしています。やはり先ほどの群れと違うのかサイズが30センチ強になりました。群れによって平均的なサイズが違うのかもしれません。しばらく当たりのない時間帯が続きましたが、来た、やった、逃げたかな、逃げた、何その当たりだったの、目が覚めましたね。当たった。当たりがあって巻き続ける方法に変更してから初めてかかりませんでした。いいポイントに流れ着いたのか再び当たりが出始めます。お、おー釣れとる。今チャンスじゃ、チャンスじゃ、釣れる。当たりおる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 けどなら、あの、あ違うわこれ、かかっとるわ。ちゃんと祭っとんじゃ、釣り味だけ楽しもう人の魚人の魚お、まあまあ、よいしょ、うわーい、ありがとうね。やはり先ほどよりサイズアップしています。あ、釣れとるわ。あー離した、くそー、ホールできとったんか。今着底時のわずかな違和感に気づけませんでした。内臓刺さってる。よっしゃ、釣れた。竿には出ないぐらいの違和感を感じた後にゆっくり巻いていると魚がかかった瞬間が分かりやすいように思います。サイズが小さいためリリースします。調光開始から2時間半、風が強くなってきました。あ、釣れたな。離した。当たりますね。お、そっち来た。やはり魚の群れがいるようで、私が当たった直後、K さん船長がダブルヒットです。あ？チーヌ。どうやら海の中では多種多様な魚が同じ群れに所属しているようです。
たりがなくなったので最初のポイントに戻ってきました。あっ、ダウンダウン、当たった当たった、くー。やはりサイズが小さいのかもしれません。当たった釣れた。Kさんはビンビンスイッチで本日6匹目のタイを釣り上げます。その直後、釣れた。船長はスタートのシングルカーリーオレンジ色で6匹目を釣り上げます。今回の釣行では魚が群れているポイントが明白だったように思います。あ、当たった、釣れた釣れたぜ。3人とも上がってきたタイは同じようなサイズでした。やはり似たサイズで群れを作っているようです。やっぱあの潮がよれとるところでパカパカっとくるね。ほんでここまで離れてきたらそんなに当たらんという。潮が島にぶつかりよれているところでよく当たりがありました。そのよれているところに船を戻してみると、当たった、あっしゃ乗った、よっしゃ、あー離した、トゥー。ただし島から少し離れたところでも来た、やったぜ。よれにいる群れと違うのか少し大きいサイズが上がってきました。再び船をよれに戻してみます。釣った。やはりピンポイントでよく釣れます。そのまま船を流れに乗せていると、あー釣れた、この辺だ、あー釣れた、くそー。少し針がかりが悪くなってるなと思っていると若干針先が曲がってしまっていました。移動して2回ほど流してみますが何も反応がありません。再びポイント移動しようと思っていると、はい、上げてください。あー逃げた、え？もうちょっとやりましょう。当たりがあると希望が持てます。おお、乗らん、乗れ、乗った、ああ合わせればよかったな。竿がガーンと入った瞬間に やっちゃうよかったですね。Kさん、次当たったら合わせると決意します。その直後、はい、当たった当たった、早っ、おっあ、俺に来たこっちに来たか、面白い、当たりましたね、やったやった、あ、外れた、もうバカ、今ハンドル離した。リプレイでもう一度、外れた。脳幹まで残りわずか。おっしゃ。来た。おっしゃ。今あのタイが反転する瞬間と合わせる瞬間がちょうどあったっけ。ガツンといった気がする。ほら、まあまあサイズ。脳幹間際に本日一番大きなタイが釣れました。そしてここは帰る港のすぐ近くです。30ちょい、おっしゃ、うん、今度こそ。脳幹間際、Kさんが意地の一匹を釣り上げます。そして脳幹直前に、うわ、でかくない、え、でかいぞ。港から5分の位置で大物の予感です。あ、でかいでかい、いやー、いい方、ふわこんなんか、ここへおるんだね。船長、脳幹直前に45センチほどのタイを釣り上げます。そして最後の最後の巻き上げで、あー、最後に来るか、だ、出ない、あー、ダメか、あー、惜しい。ということで今回の検証結果はこちらの表のようになりました。注目すべきは当たりがあった際に止めた場合とゆっくり巻いた場合のキャッチ率の違いです。
全く同じ仕掛けで釣り方のみを変えましたが、2つの方法では顕著な差が見られました。やはり向こう合わせという平場での釣りの性質上、このような結果は当然だったのかもしれません。今回の釣行においてはこのような結果になりましたが、水温が下がった冬など活性の低い場合には止めるということも有効なのかもしれません。ただし動画でもご覧いただいた通り、釣れなかった時にストレスのたまる釣り方だなと感じたので、あまりおすすめはできません。最後に、私が動画内で使用しているオリジナル仕掛けは動画概要欄から購入することができますので、興味のある方はクリックしてみてください。それではまた。